秩父市。秩父市は、日本の武家の一つ。本生は兵士、寒武兵士の一門、坂東兵士の流れで、坂東八平氏の一つに数えられる。陳寿不将軍、平良文の孫で、寒武天皇六世にあたる平進武久氏を外し、平野正門の女系子孫でもある。秩父兵士の直系で、多くの支流を出した名族で、武蔵国留守所総研業職として、 武蔵国内の武士を統率、動員する権限を有し、秩父士官、吉田城を居城とした。秩父士一門の諸子族は主に、十の字を通じとした。初代の平進久氏は、武蔵助、平忠頼と平野正門の娘、春姫との間に生まれ、武蔵国に秩父軍を拠点として、秩父氏を称した。七父地方は、算出した動画七百八年に、 朝廷へ献上されて、和道に改めされるなど、古代より、良質の馬や、銅の産地として栄えた土地であった。正、久しの父、忠頼は、平将正門のいとこにあたり、正門と対立した平繁盛を旧敵と呼び、正門の娘、春姫を妻としていることからも、忠頼の父、義文は、正門と親しかったものと思われ。正、久しと、 正室、武蔵武芝娘との間に生まれた秩父武元は、前九年の役に従軍して、秩父別当に就任した。さらにその息子である秩父武綱は、前九年の役で先行を挙げた、源有光の長女を妻とし、後三年の役に従軍して、先人を務めたことで、秩父氏は発展し、秩父軍吉田里の秩父氏間、吉田城に居住した。武の息子である、 秩父茂名の第二は、武蔵国国司の代理職である、武蔵国留守所総研業職につき、武蔵国の財調官人のトップとして、国内の武士を統率、動員する権限を持ち、一族は大いに発展した。秩父茂名の長男、重弘の子は、畠山氏、次男である重隆の孫は、川越氏を称し、三男、重刀は、高山氏、四男の茂紗は、江戸氏を称した。 こうして、武蔵国各地に移った一族は、在地豪族と婚姻関係を結んで勢力を拡大し、秩父兵士、秩父党を形成していった。家督を継いだ秩父重隆は、下屋国の富士山足利市や上野国の新田義重、その保護者、同盟者である源義朝と争っていた。また、義朝と結んだ老いの畠山重義とも家督をめぐって対立していた。 重げは、源義方を娘婿に迎えて対抗したが、両人は1155年、92年に、源義平に撃たれた、武蔵国大倉合戦。1156年、方言元,元年の方言の乱で、川越重よりは、源義友の下で、平家と戦った。しかし1159年、平治元年の平治の乱で、源義友が敗死。 その後は平家に従った。1180年、自称四年、源頼朝の挙兵後、秩父氏の一族ははじめ、平家法につき、畠山重忠、川越重より、江戸重長は、絹笠城合戦で、三浦義明を討ち取った。源頼朝が再び安房から北上して、武家政権を打ち立てようとした時も、江戸重長らが、下宇佐で、頼朝軍を足止めしている。 しかし、笠西清重の奔走によって、畠山茂忠、川越茂より、江戸重長らは朝に服属し、源氏法として平家と戦い、鎌倉幕府の設立に尽力した。川越茂よりは娘、豪法前を頼朝の弟である、源義常に嫁がせることに成功した。しかし、義常が失脚すると、茂より、茂房親子もこれに連座して討伐され、 七部市総領の地位は畠山茂忠に与えられた。欧州合戦では、源の頼朝に従い畠山茂忠が先陣を務めたほか、江戸重長も従軍している。1204年、元宮元稲毛茂成のにより、畠山茂忠の乱が起きる。茂頼の子である川越十字、十院兄弟は総領の地位を取り戻す後期と討伐軍に参加し、 新外重友もこれに参加した。結果、重田だ一族及び、橋場三谷一党が滅亡し、十字は、総領の座を奪還することに成功した。畠山氏、稲毛氏といった、秩父重広の子孫同士が、相争い、有力者が耐えたことで、家督争いにも終止符が打たれた。しかし、頼友の有力な側近であった畠山氏が耐えたことは、 秩父武にとっては大きな損失だった。その後、川越氏は鎌倉幕府の御家人として力を維持した。北条氏特捜と良好な関係を作り、一族は安泰だったが、武蔵国の実権は奪われたままだった。江戸従町は、東鏡において、万パ八カ国の大副長者と呼ばれるまでに勢力を拡大した。南北朝時代には、 北朝側についた川越直主が平一騎を結成し、武蔵野合戦や笛吹峠,峠の戦いで先行を挙げた。東園である畠山国清と協力し、鎌倉府で重要な地位を占め、武蔵国の実権を取り戻した。一族は室町幕府から相模国守護や伊豆国守護に任じられた。しかしその後解任された。1368年。 昭平23年、大安元に、武蔵平一騎の乱を起こしたが敗れて、異国に逃亡した。江戸市は南北朝の騒乱において、はじめは、新田義貞に従って、南朝側に着き、後に、北朝、足利高氏に基準して、鎌倉久保に仕えた。北朝に基準した後は、畠山国清の命により、矢口渡で、新田義岡謀殺に加わった。 その後江戸氏も武蔵平一騎で衰退したが、戦国時代において所流が、世田谷城氏吉良氏の家臣として、小学坊、後に、御法城氏に仕えて、名脈を保った。御法城氏滅亡後は、徳川家康の家臣となり、生を北見氏に改めた。北見重正は、徳川綱吉の長臣として、普代大名となり、北見藩王立藩、藩士家となる。しかし、 元禄二年、1689年二月二日に、突然改役され、大名である北見氏は滅びた。秩父茂綱の長男、重弘の息子である、重吉、有重は、それぞれ畠山氏、小山田氏を称した。畠山氏の子孫には、欧州の豪族である、城坊寺氏がおり、有重の三男、重成は、稲毛氏を、四男の重友は、新外氏を称した。 しげつなの次男、しげたかの着男である能隆は、つづらぬ騎士を称し、能、隆の着男の川越しよりは、川越氏を称した。しげつなの三男、しげとうは、高山氏を称し、子孫には、日田義貞の家臣である、高山しげキリシタン大名、高山うこ幕末の高山彦告老がいる。しげつなの四男、しげつぐは、江戸氏を称し、 武蔵の豪族として栄えた。子孫には、徳川綱吉の代に大名に下した北見氏や、御宝上氏に仕えて近世まで残った鎌田氏などがいる。茂綱には他にも、小宮五郎、塩原茂春の息子がいた。茂綱の弟である武家は、川崎氏、あるいは、小机氏を称し、孫の茂国の代に、渋谷氏を称した。この一族は、本拠地が、 相模国であったため、本家から独立したのである。渋谷氏は、相模九州、道の国勢力を持ち、特に、九州渋谷氏が有名である。この氏族の中から東郷平八郎が出た。重国の弟の重真は、中山氏を称した。重綱のお父で、竹本の兄である武家は、駒市を称した。武家の息子である忠中は、白川氏を称し、 その息子の近田は赤城氏を称した。前九年の役で戦死した竹常の彦である友常清重はそれぞれしまし火災氏を称し、前者が武蔵、後者が道の区の大族として発展したのである。列書とは、容人などで国師のいない国画のことである。財町官人が実務を代行した。財町官人の仕事の一つは治安維持である。 七部氏は、武蔵国留守所総研業職、武蔵の国留守どころ総研業式に就いたことで、武蔵国の財庁管理のトップとして、国内の武士を統率、動員する権限を持っていた。武蔵七党などの武士団の顔役であった。1113年、永久元、横山省をめぐる主権争いから、相模国の愛好省を統治していた、内イ大部を打ったことで、 横山党が院から討伐を受けると、秩父重綱は、相模国の三浦亀次、鎌倉影正らと共に命令を実行したが、横山党は、源の亀義の保護のもとに危機を出した。横山高金の娘は、秩父重弘の妻となり畠山重義、小山田有重を生む。さらに、高金の孫娘の内和とは、三浦一族の和田義盛、 カズトは、講座渋谷の渋谷公事の妻となった。茂木ギ平町埼玉名字辞典による、留守所総研業職についての見解。日本歴史大辞典に、総研業職とは、国県の時に文書に連書したりする国画の在庁官人で、国府に在勤した売職者のこととあるが、留守所総研業職が置かれたのは、武蔵国と大隅国だけでった。この職が、 国が財長官と同じならば、諸国六十余州にもあって良さそうである。また、秩父氏月名は、出和国に居住しており、仮に、本願地の秩父国吉田里に居住していたとしても、玉軍府中の国府はあまりにも遠方すぎる。当時の武蔵国府の財長官は、草薙氏、物の部氏等であって、代理人に秩父氏の名は見えない。実は、 この職は、鉱山丹野氏の元締めであり、多くの盲人や、岩病者を庇護し支配していたのである。近世の盲観を兼業と称すのと同じである。つまり、京都の芋の思想元締めの松木氏より任命されて、東国の留守所の職を務め、丹野、芋の、石膏に至る職業の過半をしていたであろう、と考えられるのである。さらに、丹野棟梁、畠山茂田,田滅亡後、 川越氏は、足立郡川口号全光寺付近へ移住して、単や物集団を支配していた。それゆえに、川越修理スケーは創建業職を所望したので、あろう、と考えられるのである。反面、在庁官人の役職は、家督と結びついていたため、同族内の争いのもととなることが多かった。七部市においても、川越市と畠山市の争いの火種となった。 1231年、管理3年には形外化していたとされる。あず鏡によると、川越しげ院は、北条安時によってこの職に任じられた。しかし、武蔵国の実権は、北条市特層が握っており、儀礼的な職務になっていたとの意見がある。秩父から入間川、玄荒川を通じて、東京湾に至る川筋は、秩父市の一族が支配していた。 川越の川越市や、都島市、江戸港と浅草を支配する江戸市などである。また、入間川とつながる利根川水系の一部や、国河のある多摩川下流などにも、勢力を伸ばしていた。河西城の河西市や、登戸の稲毛市などである。茂木ぎ平町埼玉名字辞典によると、当時の入間川は、川越市、佐山市を流れる、現在の入間川ではなく、片柳村、 埼玉市、旧大宮市及び三室村、埼玉市、旧浦市より流れてきて、前川村、川口市を経て、川口宿金山町及び善光寺、川口市の下を流れて、荒川に合流する芝川で、古代の秩父川、別名荒川である。丹野集団川越市一族は良質の砂を求めて、この入間川のほとりの川口へ移住したのである。源は、 下宇佐国と武蔵国の国境で、江戸重調に行く手を阻まれた。江戸市や火災市の協力なしには、川を渡ることができなかった。太平記によると、室町幕府転覆を図り玉川を渡ろうとした、新田義之は、東東海守江戸古獣と、竹沢右京之助の協力で暴殺されたとされる。なお源の頼朝は、 稲毛茂成が相模川に作った橋の端供養に訪れ落馬し死亡したとされる。判例実践は実施、転線は要紙。武蔵国には本校で衝述した秩父市の他に以下の流れがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。